おはようございます。おはようございます。なんで私がここにいるのかよくわからないと思いますけども、実は那須大輔今回不在でございます。初めてですね。初めてですよこんなことは。那須からいきなり電話かかってきましてね。はい、ゾウさん、ちょっと僕の代わりに行ってもらえませんか。どういうこと言ってもらえませんかという乱暴なね、はい、あのオファーがありまして、ということで今回那須不在でお送りしていくんですけども、はい、もう坪井チャンネルということで那須チャンネルジャックしますから。そうですね、はい、そういう感じでやっていきますけども、まあ那須から乱暴に、まあ坪さんだったらこんくらいでお金払えばやってくれるかこんなもんでいいっしょ坪井だったらっていう感じでね。いや坪井さんの方が先輩ですもんね。そうですよ、2つ上の先輩ですけども坪井こんくらいでいいだろっていう提示されたんで、はい、はい、出させてもらいました。いや本当にありがとうございます。いや今日あの那須さんは一切1秒も出てこないんで、ね、1秒も出ないです今回マジで1秒も出ないんで、はい、今回なんですけど、はい、ちょっとパワーワークカップって言いまして、柏レイソルと日体大柏が主催する、うん、ユース年代の大会に来ておりまして、うん、ユース年代の交流と強化っていうところを目的とした大会になってて、あの全国の強豪校が集まってるっていう感じになりますと、うん、なるほどね。そこで今回は僕が浦和レッズユースの A と B チームが今回来ているということで、まあ、なんで僕に依頼が来たんですよね。で、まあ、浦和レッズのユースには今あの監督が萩村さん、はい、実は僕4中高の先輩なんです。なんとかぶってはないんですけど、ちょうど入れ替わりなんですけども大先輩コーチに阿部幸、はい、B チームの方のコーチに平川忠明が、もう平川忠明はもう僕 大学から知り合いで同期でレッズに入って、もう常にずっと一緒に行動してましたから、まあ、ちょっとその縁もあって、はい、僕が今日密着させていただくようになってます。浦和レッズ A チームの浦和作業高校と、試合を、で浦和レッズユース B チームの方が神戸国際高校と今日試合をするということで、じゃあいきますか。はい、早速、はい、那須と違って僕走っていきますから、ね。はい、ということで今回、はい、あの坪井さん来ていただいたということで、うん、あの大会の方から、うん、あのちょっとプレゼントがあるということで、こちらを着て今回見ていただけると思いますので、よろしくお願いします。これ大会のスポンサーさんが入ってる。そうですね、お運営の方から、運営としても働きますか。一昨年と去年と、はい、で今年3回目、お3回目、はい、毎年来させてもらってるんですけど、はい、1回目2回目はちゃんと那須が来てる、ね、那須さんがいらっしゃいました、はい。もうこれからは毎年じゃあ僕がそうですね、これから僕が担当する動き出しましたね。はい、レッズユースの選手たちがミーティングを終えて、まあおそらくこれからアップですね。はい、もう坪井さんといえば浦和のもうレジェンドの選手だと思うんですけど、浦和で在籍時にユースの選手が練習してくることとかってありました？ありました。普段のあのシーズン中でも週のまあ練習の中でユースから有望な選手があって、山田直樹とか、はいはい、元気も来たかな、あ、うん、関根選手とか、あ、関根もいた気がする。そうそう、そういう選手来て、まあ、なんでいきなりってことはないですね。やっぱり力のある選手トップの練習混ざって、うん、この中にもそういう選手たちがいるはずなので、そうですね、はい、で特に夏といったらもうあの昇格の季節だったりもしますもんね。 そこもあるんだよね。ちょっと進路とかもある、はい、まあ、トップに上がる上がらない、じゃあ大学行く、もしくはね、どっかのクラブに行くとか、そういう時期なんで結構ピリついてるかもしれない。そうですね。坪井チャンネル、さあ行こう行こう行こう、さあ行こう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 、さあ行こう行こう。こんな日陰にいても汗だくになる気温の中、選手たちがアップしてますよ。30分この中で動くのも相当きついしね。プロの試合でも夏はない、夏はもうなんか試合はないと思うんで、練習も夕方だったり朝早くなったりするんで、まあ、言ってみれば今一番きつい時間かもしれないね。一番きつい時間に大会をする選手たち。阿部コーチが声かけて、選手たちも声出してますよ。気持ち高まってますね。昔僕俺ら世代だとこうなんか交代練が結構厳しくて、ユース世代はなんか少し環境も良くて、まあ上下関係もなくてエリートでみたいな、そんな構図があったけど、今だいぶ変わってきてるね。こういうアップ見てても、まあ、こういうふうに声出したりとか、自分たちでこう声出してこうモチベーション上げていくとか、
荷物ちゃんと持ったり、水筒見ても分かるようにもう整頓されてるからね。そう、パップ前に話したんで、ここを意識してやってください。はい、全力出してやって、30分、30分、60分を攻守において迫力持ってやってください。一番前に出したら、相手チェンジだけでいっちゃおう。大沢龍樹を前で止めたのは、止めたのは唯一大沢龍樹止めたのは、お前もう一枚やったじゃない。1分前行こうか。じゃあ最後ぜー、最後ぜー。いい流れ作るために大事な試合だと思うんで、絶対勝ちましょう。最後、最後、最後、最後。いいね、しっかり前からもトップと同じように442のブロック作って守備入ってます。入ってるね。これ大事だね。最初のセンターバック間のチャレンジ&カバー良かったけどね。その後、でもセンターバックが引き出された時に、この31番の左サイドの子がちゃんとそこ埋めには入ってるから、そういったところやっぱしっかり指導してるね。うまい。できる、できない。いやー大きい。あれをこう選択肢なく突っ込んじゃうとプレスにはまるから、いや今の32番のこのあの落ち着きはいいね。給水タイム終わりましたね。はい、いや、あの浦和レッズの方があの非常に、まあ、トップが、ね、4231みたいな形で守備になると442になる、その形と割と似た形でやってるのかなっていうのがあるんで、非常にこうユース年代からトップとやっぱ同じサッカーできるっていうのはスムーズに上に上がれる要素かなと思うんで、非常に良いと思いますし、選手もこの暑い中非常にあの積極的にプレーしてます。やめとけやめとけ。そう、いいキャンセルだね今のは。43番の子
おー、ナイスボール。うまい。いい。ナイスサイドチェンジ、ナイス仕掛け。あー、いいとこ。いいとこ見てたね、今。ナイスボール、31番の子。ここはきついところだけど頑張れ。攻撃のところで、あ、きついよな、出ていくの、うん、そこで失ったら、あ、またかよってなるよね、うん、だけど、やっぱここプラスワン作りに行くよ、前に、うん、一瞬、もっとどんどんガンガン出ていいよ。ガミ、横でもらったら運んで、つけて、出てっていいよ。そしたらボランチがカバーしてくれるよ。後ろもチャンスあったら、どんどん出てこう、出てこう。自分のプレイエリア広げてこうよ、うん、今までここまでだっていうところをどんどん伸ばしていこう。 OK、はい、じゃあ攻守に頑張っていきましょう。よっしゃ、行こう。ここからきついけど、自分が成長するために一生懸命やって、最後はしっかり勝ち持っていけるようにしましょう。はい、はい、スイゴッチカー。よし、行こうよ。阿部監督、最後身振り手振り、熱いこと言ってましたか？言ってましたね。現役の時はまあ熱い時は熱い選手、まあ、黙々とやる感じだったんですけどね、熱い時は熱いことなんで、ちょっとあの身振り手振りを見てるとそういうこと言ってるんだろうなという気がしたので、後半楽しみです。ありがとう。うわー、入られた。うーん、危なかった。今でも2やねん、やっぱりね、41ね。おお、えぐいシュート、今のいいシュート。早いぞ、10番。そう、よくついてった。行こうよ、ここから、ここから、ここから、さあ、行こう、行こう、ちょっとね、レッツペースではないんですけども、なんとかこう、ただやっぱ流れが変わりそうかなっていう瞬間は結構あったんで、そこで選手たちがね、そこでこう、まあ、やりきるとか、失わないとかっていうのがあると、またレッツのペースになるかなっていう気がします。さあ、入ってくるよ、41。入ってくるぞ、入ってくるぞ、入ってくるぞ。ほら、入ってきた。ほら、入ってきた。入ってくるぞ。お疲れ様でした。暑い中選手たちはご苦労様でしたね。最後ね、ちょっと取られて1対1の引き分けっていう形で終わってしまいましたけどもね、先制点取ってからレッツのペースかなと思ったんですけど、後半作業ペースで、その流れがなかなか取り戻せないまま終わってしまったかなっていう感はあるんですけど、これもまたでもいい経験、いい勉強になると思うので、あの、次に生かして、まだまだこれから成長する世代ですからね、また次に期待したいと思います。はい、すごいチャンネル、はい、レッツユース密着ということで、今回は浦和レッツユースの監督をやってらっしゃいます萩原さん来てもらいました。高校時代の大先輩の本当はこの状態でずっと喋んなきゃいけない目を合わせちゃいけない、そうね、この状態でいや、ということでね、なんか縁があって、実は僕、しげさんたちが A チームで練習してて、1回だけ練習参加してたんです。中3の時に練習して、そうです、あの、僕が一方的に知ってるという間から4中高で、でもなんか覚えてきてるからね、よく走ったなっていう。そうですよね、やっぱりまあ一番印象深いかなと思ってます。いろんな方法変化からもあるし、あの、まあ、楽しさもあるけど、まあ、どっちかというと今振り返ると、やっぱもうやっぱやっといてよかったなっていうのがあるかな。そうですね、じゃあやっぱり、ね、同じイズムを受け継いだっていうことですね、まあ、そんな先輩に今日ちょっと、まあ、浦和レッズユースのことに行きたいなと思います、はい、今ユースチーム、まあ、1年生とかはコボイ、もちろんコボイ、はい、ユースの運営にいたりしてるんですけど、
今1年生も何人かは入ってきてます。そう、まあ、実際20人で紅白戦しようとしたら、今ちょっと3年生の怪我人、もともと人も少ないし怪我人もいて、2、3年生だけで20人組めないんですよ。お、そうなんだ。だからまあ1人、2人、はい、こういう時は3、4人は多分 A チームに入っていて、だから今の1年生の選手たちはすごくいい経験してるんじゃないかなと。そうですね、はい、じゃあもともと3年生、2年生、1年生の人数的にもそんなに多く人数を抱えてるわけではないですね。もう全体、キーパー合わせても38人全体で。で今現在こうユースのトップ、例えば3年生の有力な選手とか、はい、もうね、いたりする。人生早かったですよね。もう行ってますね。練習もそうだし、今試合も、登録されてサブ入ってるとか、そうですね。ACL も出てますからね。早川君すごい。なかなか18歳、17歳。ここもちょっと映像で見てて、まあ年代的だからコウさん、ユースの問題で、まあ、ACL 決勝なんてすげえと思いながら、それもアウェーですか、ね、はい、まあ、やっぱりいい経験もそうだし、やっぱおかしいですね、欲しいな。実際でも彼もやっぱりユースで活動したので、どんな選手プレーは賢い、やっぱ立ち位置がすごく、まあ、相手の嫌なところを立てられるから受けれる。判断もすごく良くて、この前のクラブユースでもパーフェラインを超えずにのシュート行ってないとか、すごい。やっぱ視野が広いんで、ボールも入れるし、でまあ、判断に変えれるし、まあ、そこに蹴れる質っていうのもやっぱ高いかなと。あとは今、ユースコーチとして、はい、阿部勇樹、はい、そして平川、はい、その2人はの指導ぶりは、阿部ちゃんは引退してすぐ、うん、細かく一人一人に向き合ってくれてるし、自主トレも付き合ってくれてるし、まあ、そういう意味が僕が目が届かないところっていうのはすごくサポートしてくれて、平は平でね、短期間的にユースにいたんですけど、トップに行って経験してきて、ね、やっぱいろんなこう戦術のところだったりとか、まあ、本当に平もすごく細かいところに目がつくので、本当に僕が気づいてないところついてくれる、ありがたいです。なるほど、じゃあまたちょっと暑いですけど、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。忙しい中、いえいえ、こっちも暑いんで、ボケる時もある。ただまあそこをね、言い訳にせずしっかりと発信するっていうところ、で守備に関して切り替えのところは行きましょう。 OK、 もうそれはもう言ってるところでもあるし、襲いかかる、囲い込む、連続する、連動するというところ、あとはもう本当に、昨日のね、反省をしっかり生かして今日チャレンジしてください。 OK、 行きましょう。おーおーおよくはなったけど、で今、一個にずつ向かって、次に出てきまして、なって、またちょっと質も変わってくる、でスピード感も変わってくる、そういうふうに踏まえて、またいい。行こう行こう、
浦和レッズユースコーチの平川さんに来てもらいました。はい、こんにちは。平川さんっていうのは俺は変なんで、平川。はい、おきます。まあ、知ってる方多いと思いますけど、大学選抜で一緒で、浦和レッズ同期入団。レッズの思い出なんて言い出したら、キリがないんですよ。うん、まあ、大体俺、最初レッズ入団し、免許持ってなくて、ずっと平野の車で。そうです。一緒にね、通ってたね。そうそうそう。練習行くのも一緒。練習終わるのも一緒に帰る。免許取り行くのに免許取るところまで平に乗っけてるって散々お世話になりました。でそんな平なんですけども、はい、現役辞めて何年？5年目。もう5年目。5年目で現役辞めてコーチになって、最初ユースで2ヶ月いて、そこからトップに上がって、上がってというか変わって移動して4年近くやって、また今年から、はい、だからまあトップとユースをまあこう今5年間なんで両方経験してるんだけど、うん、何か違いがあったり、ユースはユースのやりがいみたいなのがあったりするんですか？ユースはまだ来たばっかで、うん、まあ、正直まだ半年なんだけど、まあ、やっぱここは育成、うん、もう選手たちをいかに育てていくかっていうのが一番大事にしてるし、あのトップはね、もう結果、うん、もう結果っていうところだから、うん、試合試合どうやって勝ちを持ってくるかっていうところに集中してたけど、もう今は勝ち負けも大事だけど、もちろん勝ちに行くけど、それより選手が何を吸収してどう成長していくかっていうところが本当に大事だなと思って、もう日々って感じで、今日、まあ、試合も見させてもらったんだけど、システムも多分トップと一緒かな。ほぼ、うん、そうだね、ほぼ同じ、ほぼ一緒だ。なんかそれはユースとして意識してるところだね。あの少し、まあ、トップチームのことはね、やっぱりそこは意識はしてるけど、でも選手たちに、じゃあ相手が例えばビルドアップだったら、じゃあ相手は2トップなの、1トップなの、じゃあ3枚で来てるのとかっていうのを自分たちで感じて、じゃあ2トップだったら、じゃあ3枚で回した方がいいのかとかっていうのも結構選手たちに考えさせて、選手たちに試合中に分析させてっていうところで、そういう選手たちの主体性みたいな部分を結構大事にしてるから、まあ、守備はこういう 4-4-2 でみたいなとかあるけど、相手が変えてきたらどうするっていうのは結構選手たちに任せてるのは、マッチの中で判断してる、うん、それはやっぱね、平がやってきたレッズの時代も結構そういうとこあったからね。うん、あんなのもシステム合ってないようなもん。そうそうそう、数量は上がっていくしどうすんだよっていう、まあ、でも誰かがそこは埋めたりっていうのはね、自然とやってたし、まあもちろんね、基礎となる部分はユースとしてあると思うんだけど、それプラスビッグ選手がピッチの上で判断してやらなきゃいけないってことも養ってる、うん、それが一番成長に、やりなさいこれやりなさいあれやりなさいっていうよりは、こういう時どうするのっていう部分を考えさせながらっていうところでね、成長していくと思ってるから、そこを大事にしてますね、はい、一緒にユースのコーチの中に今一緒に選手としてもやってた阿部勇気っていう存在でいるんだけど、彼についてはどう？まあ阿部ちゃんに関してはユース2年目、うん、で俺1年目だから、うん、もう本当わからないことを思って、俺自身が、うん、まあ、阿部ちゃんもはじめ、ハミさんもそうだし、ジンもそうだし、いるコーチたちにすごい助けられてるし、阿部ちゃんはね、もちろん選手の時から一緒だけど、本当に細かいことを把握してる、うん、まだ2年目だからね、阿部ちゃんもそんな知らないこと多いかなと思うけど、もう何聞いても、あ、これこうです、こうです全部わかるからだから相当ね、あの任されてることも多いし、ハミさんきっちり1年でね、そういう部分もきっちり覚えながら、指導者としてもね、自信持ってやってるし、いろいろ学ぶことは多いかな。あと1試合。あと1試合。はい。勝てれば頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、座りスタイルになりました。阿部勇樹さんの要望で座りスタイルで。すいません。はい。年齢は僕が2個ですね。なんですけど、まあ、サッカー歴は、プロ歴もそうだし、プロの年数も先輩なので。芸人の世界で生きてればいいですよ。そう、英語ですよ。芸人、僕今芸人と絡んでますから。芸人の YouTuber チームのコーチ、スマイラーズのコーチ、スマイラーズの。試合、こう、全泊紅白をしたり、ACL で行ったり、遠征行ったりとか、まあ、もちろん部屋は一人部屋なんで、ほぼ一緒に、キャンプの話聞く？俺がペットボトルが部屋を汚したところを、これ、逆に言ってる。このバランスが。もうね、
ペットボトルの飲み物とか、もうさ、チームのやつがあるの、はい、フリーに持ってきて、どんどん持ってきて、なんかね、あ、忘れちゃうんですよ。あ、そういえばさっき持ってきたなと思ってて、さっき4本持ってきたでしょ、水、まあ2本2本しかもなんか飲みかけのが残ってんの。あー、でまた持ってきちゃった、足らないかなと思って、全然減ってんだよ。どんだけペットボトルの殻ここにあると思ってんだっつって。それはそうだね、自分飲んでないので全然持ってきても減らねえなと思って。そう、それを俺が片付ける文句言いながら片付けるっていう。今ユースは2チーム3チームユースは、まあ、基本2チーム基本2チーム、ラベルが、主に見てるのが A チーム、 A チーム、萩さんが監督でこの A チームのコーチ、うん、どうですかユースの子たち。やっぱうまい子は多くなってるなっていうのは感じます。感じるけど、逆にこう昔からすると、うん、まあ、走って戦うっていう部分のところはもしかしたら欠けてきてるのかなとは思うけれども、まあ、本大会で高校サッカーのチームと戦う機会があった中で、うん、なんかそこの走る戦うっていうところは高校のチームの方が優れてるのもあるのかなと思うので、そこが補えれば J クラブのユース、あ、面白いっていうチームが増えてくるんじゃないかなっていう。もともとうまいっていうのはあるしね。うん、阿部は引退して 2年目ね。で、引退してすぐユースの方。ユースですね。はい。こう、2年経って、ユースの方、まあ、指導者をやるにあたって、なんか、いいところ、やりがい、みたいな、何か感じてるものがあれば。サッカーが好きな少年って言ったら変ですけど、まあ、そういった、あった中で好きなチームレッのためにこうやっていく中で一緒に仕事ができるっていうことが幸せだなと思いますし、まあ、言ったことが先ほどこううまく伝わって行動にやってくれるっていうところでも言ったことを理解してやってる姿だったり成長していく姿を見れるっていうのは非常にやっぱ嬉しいなっていうのもありますし、いかにしてこう選手たちが殻を破って多分ある程度まあできると思うんですよね。そこからさらにもう一歩出ていくためにはどう行っていったらいいのかなっていうところはまだまだ難しいところもあるなっていう感じで、なんか非常に面白いですね。現役の時はね、背中で語るキャプテンとして有名でしたけど、もう今違いますよ。私と一緒じゃもうダメですよ。誰も何も伝わんなくて、ただ淡々とやってるみたいな感じ。もうそこは多分ね、自分の中でちょっとスイッチ入れて変えていかなきゃいけないなーっていうのは自覚はしてるんで、まあ人見知りなんでめちゃくちゃ知ってるよ、はい、だからなるべくこう話すとか増やしていかなきゃいけないなーと思うんですけど、まあ昔よりは増えましたからね、うん、そうだね、はい、うん、俺は最初コーチやる時心配だったよ。ちゃんと自分のこう出して伝えられるのか、選手たちに。あ、選手とかは大丈夫なんですけど、ほらいろいろまあ他のね、あの指導者の方とも会うじゃないですか。他の選手以外のところでもね。そっちの方が心配してたんで、自分で。今、早川君もね、はい、もうトップで試合に出てるけども、どう、そういう選手、他にも、それに絡んできそうな選手たち、もちろん言える範囲があると。いるとは思いますし、けど、じゃあ、今、現の段階で、そういった声がないっていうことは、まだまだ現れてないのかなと思うんで、その可能性を秘めてる選手は、多くいるのかなと思うので、まあ、今日もう2試合、ここまでやりましたけど、はい、こう2試合戦ってくれた今日の段階のこうチームの雰囲気とか戦ってくれた印象はいかがですか。3日目で体も疲れてるかなとは思うんですけど、まあ、その中でもやろうとする意欲というかっていうのは見えますし、まあ、辛い時にこうどれだけチームのためにまあ仲間のためにあげられるかっていうところは勝ってほしいな。長いシーズン戦ってていいというのも悪いでもあるので、悪いでも勝っていくようなのが出てほしいなっていう意味で、こういう暑さとかで、まあ、今のところ3試合やる中でタフになっていくのが必要なのかな。坪井さんと夏さんだったらどっちもね、北海道でジンギスカン食ってるやつやにゃ。全然もう割りナス、全然もう来年からパワーワークカップはもうナスチャンネルじゃなくてツボイチャンネル、うん、でやったらいいと思うよ。俺はなかもしれない、うん、ナスと同い年の阿部がもう俺の方がいいって言ってるから、まあしょうがない、そこはそ
こはちゃんと引き継いでもらってしょうがない、うん、ありがとうございます。心はもちろん熱くならなきゃいけないけど常に頭は冷静に、ただ変化とか成長っていうのは楽して得るものじゃない、よっぽどやんないとそこにたどり着かない。それに対してもし心が折れそうになった人がいるんだったら、しっかりその変化を見たりしてしっかりとあげましょう。じゃあみんなでみんな手を振っていこう。ラスト1試合、全員ラスト1で必ず勝ち点取りましょう。さあ始まりましたパワーワークカップ、今日はこれで順位が決まって、明日決定戦、順位決定戦、予選の順位が決まって明日順位決定戦だね。お、いいナイス、これはいい、いやー素晴らしい素晴らしい、右サイドうまく攻略しましたね。今左サイドのこと言ったけど、今右サイドで、右サイドのアタッカーが中に入ってサイドバック高く出る、で外の空いたレーンを33番の子がオーバーラップして、そこから素晴らしいボールでだね、22番の子が、ここは守りたいところ、うん、出やすいね、外、ナイス、今後ろマンツーマンだからね、これをこの状況でもいいけど、お、ピケ、うまい、いいよ、今のプレスはいいね、ボランチの38番と8番の子、前の11番と21番の子がセンターバック両方にプレス行った瞬間に間に入れられるパスを狙ってた、あれがプレス自分たちが行かないんだったら21番と11番の子縦にしなきゃいけないけど、もう2人で行った瞬間にボランチも狙ってたから、いいプレス、さあ背後どうする、背後どうする、あ、奪い切った、奪い切った、いいね、まあでもやっぱヒーラーが言ってたようにこう攻撃のとこでも今サイドバックの6番の子が逆サイド行ってたりで、21番の真ん中の子が左サイド落ちて開いたり、こうやっぱ選手たちが中で考えてる感があるよね、うん、あ、いいトラップだ、おお、この子、今の守り方はあの能力高い子の守り方です。3対2、3対3、うん、切り返せ、そっちのさ、サイドハーフさ、ファルが高いと吸収される、ずっと中閉めてる、え、めっちゃ後ろに引かない、なんかこっち側さ、めっちゃ後ろに引いてんの、ゴーからもう全部運ぶ、引いてるって引いてる、セリ俺行けたら行っちゃうから、得点のところもそうだし、相手引いてるから切り替えともっと行く、もっと行く、結局一瞬あたりあの 0.5 お前がもっと頑張ったらもしみんな管理してる、出し切りなさい、いや、A に行けるこのまま、よし、ゲームの監督が言ったように、こう相手に襲いかかっていくようなプレスとか出足とかっていうのは非常に今出てる子たちは表現してるんじゃないでしょうかね。あー、壊れた、おー、ナイスカバーリング、ナイスカバーリングで、このクリアがしっかり相手センターバックをこう後ろ向きにするぐらいのクリアできるのは大きいね。さあ、これ入ってきた、どうする、あー、先に止めた、うん、強い、あ、この子やっぱ能力高いね、いやー、今ね、28番の子が上がってったの、インターセプトしてセンターバックの22番のもう一人のセンターバックがちゃんと逆サイドの子に残れって言ってたよ、このコンビいいね、センターバック2人の、
あの22番の子やっぱね、気利くよ。いや、いける。やられた。うおー、ナイスキーパー。素晴らしいディフェンスよ。今のは22番の子素晴らしい。次の1点目、相手が取るか、俺らが取るかで、ゲーム止まる。見てよ、次は。いや、自分たち。助けてよ。首位絶対揺れますよ。車をそろそろ行ってくれ。出し切るっていうのがあれば、70分間持たさなくてもう、コンディションなってない。信頼できる仲間もいるし、まずは出し切ることを忘れずに、それが成長、変化につながる。次の行ってね、次の行って。オッケー。ギアもう一個上げる。もう一個。いいね。メインでその雰囲気を作ってください。メインで勝ちを持ってこよう。オッケー。おめでとう。大事だよ。マスキングだぞ。ギア上げちゃおうぜ。あれを。そこはもっとギア上げて、スタートしましょう。行こう。素晴らしい。見えますか、この汗が。那須さんはなんかさっきインスタ見たら、今日も熱い試合でしたって汗一つかいてませんでした。那須さんは涼しいんでしょうね。こちらは熱い試合やってますし、僕も熱いですよ。ね、またちょっといい試合になる。今すごくいい試合してるんで、はい、はい、また後半も楽しみです。8番小泉、うー、おしゃれ。うー、わかる。今のは意図はうまいね。今の11番と8から11番。お、作用が後ろを捕まえに来てる。さっきみたいに余んなくなってる。前半と違うね。おお、しんどいね。逆サイド、あそこ剥がし、この23番のが剥がしたのが大きいね。まあ、作用が全部マンツーマンで跳ねに来て、前半と違って前半後ろ余ってたからね。うん、惜しい。完全に作用がはめに来たね。3点で満足してないよね。もうそこね、もうそこ出し切るんだったら何点とか3点とか4点とか知ってない、関係ねえから。やるかやんねえかじゃない、やるかやるか。それをみんなで、それをみんなでいい風に作って、次の4点ももう一回取ってば、引かなくていい、行け前から。いい、もうさ、もうさらに引き上げろ。出し切るんだったら取ってくれないと。最後の試合はね、出演した時に
ぱりどんな言葉をかけれるか、どんだけの人がその流れを変えようとしたか、言葉でもプレーでも、そこはすごい大事。この大会を出し切るっていうテーマだから、成長する変化するだからね、そこも忘れずに。すごいチャンネル。お疲れ様でした。お疲れ様です。3年生のセンターバックやってる青柳剛です。今日1日振り返って最後の試合も含めて、はい、まあ、この大会通して変化しようっていうのがテーマでチームでして、まあ、1日目も2日目も多くのチャレンジしてきた中で、それをなかなかピッチで表現することができないシーンが多かったんですけど、まあ、この3日目、まあ、特にみんなが前向きにトライして、まあ、リスクもかけて多くチャレンジできたので、まあ、最後は してしまったんですけど、まあ、すごいいい試合ができたかなと思います。明日もこの大会は続くと思うんですけど、はい、明日の意気込み教えてください。まあ、4日目最終日なんで、まあ、この大会通して集大成で最高の試合ができるように、まあ、結果ともかく、まあ、見てる人に伝わるような熱い企画ができたなと思います。浦和レッズユースとしては最後の年だったんですけど、はい、最後の1年でこうやり遂げたい目標だったり意気込み何かあれば教えてください。はい、まあ、自分ジュニアユースから入ってて6年目になるんですけど、まあ、最後のシーズン何か残してこのチームを出たいなっていうふうに思ってるので、まあ、プリンスリーグ今2位でいい位置につけてるので、まあ、来年後輩にプレミアっていう大きな舞台を、トライさせてあげるためにシーズン最後笑って終われるように、まあ、リーグ戦で結果残してプレミアに昇格させてみせようと思ってます。この高校生のこのね吸収力の成長度合いってすごいんで、いや、あのいいプレーして頑張ってください。ああいうあのしっかり頭を使えるセンターバックっていうのはこれからもまだまだ伸びると思います。はい、すごい短期に MVP とかいらっしゃいますか。22番のセンターバックの子は、まあ、28番の相方の2年生のセンターバックも非常に強いし能力もあるし、まあ、そういう子がやっぱ生きるにはやっぱああいうふうにうまくコントロールする子がいてからこそ生きるなっていう感じするんで、っていう意味ではやっぱりチーム全体を引き締める部分もそうだし、相方のセンターバックの能力を引き出すっていう意味でも彼に MVP を個人的にあげたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見てくださいこの日焼け今日はペルムータはペルムータ塗ったんですよ、はい、塗ったんですけれども、はい、それだけあの炎天下の中にずっといたので、はい、ペルムータ塗んなかったらもう僕見えてないですからペルムータの効果抜群ですじゃなくてね、まあ、浦和レッズユース、はい、1日密着です、ね、今僕はやっぱり自分ではなかなか経験できないユースチームにずっと密着するのでないので、はい、貴重な経験でしたし、まあ、まずはやっぱコーチ陣、はい、コーチ陣のやっぱあの熱意とか情熱もそうだし、やっぱコーチ陣が求めることっていうのは技術とか戦術というのも当たり前にもちろんあるんだけど、今日3人インタビューしたコーチ陣みんなやっぱ言うのは走るとか戦うとか切り替えるとか、あとは仲間のためにね、踏ん張れるとか声かけられるかとか、まあ、そういうこの原点の部分をすごく、大事にしてる。しかもそれをやっぱりちゃんと子どもたちユースの選手たちにも伝えてるっていうところが、あ、やっぱりユースチームでもそういうことをしっかり教えてるんだなっていうところは、こう僕自身も子どもたちとそういうふうに、もっとちっちゃい子どもたちと接することもあるんですけども、やっぱそういうのが大事だよっていうのをユースチームのレベルでもそういうことをやっぱちゃんと言ってるってことを今日僕が気づかされたのも嬉しいし、この配信を見た人がユースってもうトップのトップなんだけど大事にしてるんだっていうことをやっぱりこの配信を通して理解してほしいなというふうに、思いますし、それを発見できたのが良かったですね。あとは選手たち、はい、熱い仲間本当によく頑張ってて、やっぱ昨日起きたミスを今日はやっぱ同じことを繰り返さないっていうようなことをやっぱ意識して、一つ一つこう自分が成長していくんだっていう選手の意識の高さっていうのが見れたっていうのはやっぱ非常に良かったなと思っているので、貴重な経験をさせてもらいました。はい、僕今日は何ですか、 YouTuber、 はい、那須の代理としてデビューしましたけどもね、那須は楽してんなおだっちが今日もう何往復したかね、この間いつもこの時間那須はこう携帯でこうなんかしてんだろうなって俺は今日思いましたよということで、那須のチャンネルを見てる皆さん、那須が知らない裏側で働いてる人たちが汗をかいてるんですよ、ね、僕は今日一日 YouTuber として活動してそのことを痛感しました。僕自身もあの実際に坪井さんと初めてこうやってコラボさせてもらって、はい、スタッフの方々が那須さんと
対面した時よりも目が輝いてるっていうのに、ね、僕はちょっとびっくりしましたあ、坪井さんの方がいいわとか、那須よりもいいわっていう、これはちょっとね、今日今回坪井チャンネルとしてこうやりましたけどもね、はい、まあやっぱり最終的には、まあ、今お出しのことをいただいたんで、皆さん、いいね、高評価、チャンネル登録ね、今回のこのつぼいチャンネル、皆さんそれしてくれるとまた次回もあるかもしれないので、皆さんぜひその辺もお忘れなくよろしくお願いします。ナスチャンネルの主からまたオファーをいただきます、はい、今頃多分ジンギスカンを食べてる時間だ。今頃ジンギスカン食べてビール飲んでると思いますよ、はい、その間頑張もう裏では僕らが頑張って、はい、ね、いや今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。僕はナスと違って帰り際も走ってくれたんだよね